茨城県道50号三戸上栖線は、茨城県三戸市から上須市に至る県道である。主要地報道として、複数の県道を組み合わせた経緯から、基本的には2車線だが、三戸市内や板子市内の一部で4車線になったり、鉾田市内の一部では、センターラインがない狭い道になったりと、様々な性格を持つ。総延長、実延長ともに、茨城県道では、 最長となる県道である。また、他路線との重複箇所も多いため線形や路線構成は比較的複雑である。起点、水戸駅北口前から、ちなみ新道を通り平市を経て、茨城町に入るが、茨城町長岡より、国道6号と重複する。約3キロメートル北上し、水戸市、吉沢町から東側に曲がり、運転免許センター前、日沼付近を通り、 茨城町上の内から、茨城県道110号ホコ茨城線と分岐して、ホコタ市杉野屋交差点で曲がり、茨城県道18号、茨城鹿島線と重複し、その先の上富田から南に曲がり、茨城県道116号仕方の玉作り線と、陣屋交差点まで重複する。陣屋交差点より東へ曲がり上山交差点まで、茨城県道8号、小川ホコ線と重複して、 上山交差点で南に曲がり単独区間となり、茨城県立玉造工業高等学校前の交差点を左折し南下すれば、上栖市の国道124号に至る。なお、起点である、水戸市宮町から茨城町、長岡までの区間の大半がかつて国道6号に指定されていたため、水戸市内では96号、96国とも呼ばれる。また、行方市内の区間は別名。 行方中間道、開拓道路とも呼ばれる。1994年4月1日、一般県道三戸茨城線、一般県道保田茨城線の一部、一般県道、城之内桃浦停車場線の一部、一般県道四方の玉作り線の一部、一般県道、芹沢朝尾線、一般県道板子朝尾線を統合して、起点を、三戸市、終点を、鹿島郡下水町とする。 新たな主要地方道として、水戸上洲線が路線認定された。同時に、県道茨城水戸線、県道、城之内桃浦停車場線、県道、芹沢朝尾線、県道板子朝尾線も廃止された。翌1995年に整理番号50へ変更されている。この当時のルートは、茨城町上、石崎の警察学校前を通過する現在のルートは、指定されておらず、 茨城町長岡の国道6号から南下し、県道茨城鹿島線を重複して、茨城町奥谷交差点を経由、県道大洗友部線を重複して、茨城町海老沢の交差点へ至って現在の路線に接続するルートをたどっていた。国道6号の警察学校入口交差点から、茨城町海老沢のルートを編入したのは、 さらにその翌年の1996年のことで、ほぼ現在の形となった。1999年以降、茨城県庁舎移転に伴い周辺道路である、県庁南大通り等の茨城県庁舎へ、アクセスする道路が本路線へ編入されている。路線の大部分が、対向2車線で、茨城県庁前と、板越市か三須市の旧水橋有料道路区間が、対向4車線が確保されている。 茨城町上の内から道なり南下すると、茨城県道1 1 5号保護田茨城線となり、本路線はここで分岐して、道幅が狭くなって、保護田市大和田の関野田2交差点まで1.5車線の道路が続く。起点に近い JR 上磐線の古線橋である梅戸橋は、老朽化が著しく早期掛け替えのため、まず暫定に車線にて、 重点的に整備が進められており、梅戸橋掛け替え後は四車線化される予定である。また、2010年に本県道に編入されたバイパスは、2016年に四車線化されている。道路法の規定に基づき、三都市宮町一丁目同士笠原町同士、吉沢町と三都市バイコー丁目同士バイコー2丁目間及び、行方市上しせりざわカミ間は、緊急輸送道路として、 機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。通過する区間は、日立大地と河川定地及び糸根川下流域定地にあり、沿線は主に田畑が広がる。河川の定地部が樹脂状に入り組む日立大地特有の地形に道路があるので、茨城町から板越にかけて断球部は、 高低差約15から20メートルほどの坂道の箇所が多い。水戸市内は店舗や住宅、県庁を中心に行政、官庁施設が沿道に並ぶ。茨城県道50号水戸上水線茨城町、城の内行方市をしたいた腰のべ方交差する道路の突起がないものは指導、聴導、ありがとうございます。